ガード剥がせ。オッケー。ファイヤー。今うまい。あー、これ高揚する、すごく高揚する。はい、こんにちは、中地です。本日はボーロンフォールンダイナスティというゲームをやっていきたいと思います。チーム忍者の死にゲー、ダークソウルライクなゲームでございます。三国志の世界の戦国死にゲーということで、ちょっとね、死にゲーは大好物なので遊んでいきたいかなと思います。 PC 版で今回遊んでみます。 PC 版ね、ちょっと今最適化が進んでいないとかそういう話があるので、ちゃんと遊べるかわかんないんですけど、触っていきたいと思います。黄金兵士だ。おー、ひどい。逃げて。重宝。お助けくださりありがとうございます。おや、あー、キャラメイクがあるんだ。わー、美人。どうしよっかな。美人さんがいいな。女の子にしようかな。ちょっとあんまりいじってもキリがないんで、こんな感じでいきます。最近のキャラメイクすごいね。前髪と後ろ髪とバラバラで変更できたり、ちょっと感動してダラダラ遊んでしまった。その曲はお守りと思ってください。この曲のおかげで私は生き延びたみたいです。動ける。お役に立つはずです。ありがとうございます。蓄えた木から生成した薬です。これチーム忍者の死にゲーは初めてなんですよね。めちゃくちゃジャンプできるじゃん。ちょっと操作もおぼつかないんだけど、やっていきましょうか。基本攻撃四角、規制攻撃三角。敵いる？いる。えい、えい、えい、三角。さすがですね。見込み通りです。えい、えい、えい、三角。回避は？あし、まるでなんか、除菌ってなる。おい、かっこいい。監視と武器も拾えるんだね。まるで、うわ、かっこよ。これで丸と方向キーで、ちょっと殺さないで。これで回避なんだ。で丸連打で回避。あ、ずるいぞ。あ、強い。えい。おい。気持ちいいね。敵の髭に対して駆け入り。指揮ランクって何？今、あ、むずい。今、あ、むずい。あ、お亡くなり。かわせ。これ、かわした後三角攻撃で
ちょっと強強の攻撃ができるって感じかな。ちょっとまだ全然分かってないけど、おわまた武器出た。楽しいぞこれ。あーなんか戦いそう、これは戦いそう。なんだてめえら、長領だ。あんまりね、僕三国志知らないんだけど三国無双ぐらいの知識しかないけど、長領との勝負。よし、オッケー、避けて、はい。あー合わせんのむず。でもダメージそんなに痛くない。合わせろ、オッケー。こいつデカブツの武器持ってるから痛い痛い。ちょっと回復させて、避けて避けて、あジュシー上量積んよ、勝負。ガードを張られたときはこのスキルで剥がす。ガードを張られてるときはスキルで剥がす。いいよ剥がす。ああすごいすごい、ずっとできるけど。あと魔法も覚えました。魔法っていうのかな、避けて、いいよ。三角、三角も攻撃してこうはいはい、三角避けて。ダークソウルのねシリーズはやってたんですよ僕。これ難しいよ、やばいと思ったらガードに切り替えちゃおう。ダークソウルはなんかねすげえディレイって感じの攻撃をしてくるんだけど、避けて、うわスタミナ持ってかれんだね。すごいディレイをね感じるんだけど、これはねやっぱチーム忍者の死にゲーは素早いね。今違うな、グーンって来てからだな。今こうだ、オーケー。楽しい楽しいよ。ガード剥がしてなんか必殺みたいなやつ打って、今ちょっと回復します。ガード張ろう。今あ、死んじゃう死んじゃう死んじゃう。今 OK 今いけるよこれ。これは剥がしに行って、うわーもったいねー。受けて、避けるっていうか攻撃に合わせて突進。ガード張られたらこの技みたいなので剥がしていく、剥がしていく。時々三角の攻撃も入れ、避ける、避けるというかいなす。これスキル使う、三角三角 OK。 これでなんか大ダメージ入るね。敵のマーカーが赤くなるとなんか大ダメージ入れられる気がする。剥がす、押せ押せ、攻撃こそ最大の防御。ほらまずい、回復しよう、避けて、オッケー。いいよ、チュートリアルっぽい感じだね長領は。今いなせいなせ、いいよ。こいつガードばっか張ってくる、オッケーオッケー。おいガードを解け、戦おうぞOK 三角三角、いいよ。そしてファイヤー、ガード張るだろ、いける。今です、おしおもろい。褒めてくれてるね。人工将軍
何それ、飴玉？バケモンになっちまった。いい、だいぶバケモン。いって。この高金属の装備拾って装備してるのちょっと嫌なんだけど。こいつと戦うの？五小乱アレイじゃん、もう。伸びてくんのね。今、違う。今です。うまいんじゃない？いいよ。うぃ。ファイヤー。ちょっと怖いな。離れよ。はい。避ける。今です。うまい。おら。三角。避ける。ちょっと回復したいかも。あぶねえ。うわ、ずっち。あ、腕切れてるわ、こいつ。ちょっと待って。はい。それ何？今です。今です。これガードしよう、ガード。今です。オッケー。オッケーオッケー、いいよ。うわ、でも勝てえな、こいつ。ようやく半分かよ、俺体力ないけど。避けて避けて、カモン、やめて。あ、死にました。オッケーオッケー、めちゃくちゃはめた。これ近づく。これもう一回来る。徐々にモーションもね、覚えてはきたよ。これ2回、3回、4、つく。1回、2回、これ2回で終わる。 OK、 これチャンスなんですよね。で、すかさず攻撃。2回振ってくる。1、2、縦。1、2、今。 OK、 ここはちょっとゆっくり回復入れよう。もう1回、もう1回か。変わるんだな。あ、なんか技使える。これ使えってことか。2回してくんな。聞いてない。はぁ、あ、次なんか必殺がさっき溜まってたんだけど打てなかった。もう1回。お、1、あと1回。これはしっかり避けて。 OK、 回復入れよ、回復。1、2、これはしっかり OK。 これめちゃくちゃチャンスです。おー、いいよ。なんかようわからんゲージは溜まってきてる。これわからん。ガードしちゃおう。うわ、ガード、ガードも使っちゃおう。避けて、避けて、立て。あー、回復がない。もう1回。これこれ、三角。行った？行ったっぽい。あ、なんか演出殺しなのね。なんでよ。三角丸で。
このゲージが溜まるまでがこの長領とのバトルだったんだね。やりました。勝機をつかみましたね。これで村も救われ。我が手に。何を？え？持ちよ。俺じゃない。あ、俺はいた。俺がこのおっさんになっちゃったかと思った。はい、というところでいかがでしたでしょうか。ウォーロン、フォールンダイナスティ。ちょっと序盤のチュートリアル面って感じかなを遊びまして、今続くステージを遊んでいる映像をお送りしております。一緒にね、趙雲がこの黄金族を倒そうと手を貸してくれています。いいね、なんか戦国武将と一緒に冒険していくのも楽しいですね。というところで非常に面白いゲームでした。ちょっとね、楽しみにはしていたんだけど、思ったより楽しかったんで、これからもね、続けて遊ぼうかなと思ってしまうぐらい楽しい。で、チュートリアルの面をやっているときは、ちょっとなんとなくで遊んでいたんですけど、今回はね、アクション、規制っていうのかな。規制の駆け引きによるバトルということで、自分のね、主人公の HP の下にね、ゲージがあるんですよ。で、これ、守勢、守ると、どんどん赤いゲージが溜まって、攻勢、攻撃をどんどん仕掛けると、青いゲージが溜まっていって、この規制がね、どんどん溜まっていくんですよね。なんか簡単に言うと、スタミナの貯金みたいな感じのイメージでした、僕の遊んでいる感じは。うん。で、逆に敵にもその規制というのがあって、これね、ケー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 言うんだけど、敵の攻撃が来た時に、家系という技を使います。いなす攻撃、行動ですね。まるで回避ができるんですけど、敵の攻撃に合わせてその家系で避けると、自分の攻勢が上がります。規制のゲージが溜まります。で、敵の規制のゲージは下がると。で、どんどん攻撃、いなしながら、自分がバシバシ叩いていくと、相手の規制が下がっていって、完全に下がりきると、僕がさっきの動画で三角三角って言ってたのは、敵のカーソルが赤くなるんですけど、完全にブレイクした状態だと三角の攻撃、これ絶脈っていうのかな、うん、絶脈を打てるようになるんですよ。うん、それで大ダメージもしくは一撃格殺みたいな感じで倒していけると。うん、この駆け引きがすごく楽しかった。で、僕はソウルシリーズばかり遊んでいたんですよ。仁王、チーム忍者のね、死にゲーといえば仁王シリーズだったりしますけど、仁王はね、遊んだことがなかったです。ちょっと動きが素早すぎて難しいかなと思って、食わず嫌いしていたんですけど、ちょっとね、仁王も改めて遊びたいなと思ってしまいました。うん。今回このね、やっぱり攻め、ガードとかじゃなくて、パリーとかでもなくて、まあパリーみたいなもんだけど、今回のこのウォーロンっていうのはやっぱり攻撃こそ最大の攻撃というか、そりゃそうだよ。防御をガンガンしていくんではなく、敵の攻撃に合わせて、まあパリーみたいなもんだよね。家系をどんどん合わせて、敵の攻撃を読んで、まるで家系を放って敵のゲージをゴリゴリ削りながら、どんどん攻めていく感じの戦い方、これね、非常にあれに似てるなと思いました。セキローのシステムにちょっと近いかなっていう感じがしました。僕ね、セキロー大好きなんですよ。めちゃくちゃ楽しかった。もうガードとかほとんどこう有効でない、パリをどんどんしていかなきゃいけない、そのね、なんか攻めなければ勝ちはないぞっていうね、その緊張感とね、戦ってる間のこう、なんとも言えない、NPC と戦ってるのにこんなにこう気持ちが高ぶるかっていうね、緊張感と敵の攻撃をどんどんいなせている時のね、気持ちよさっていうのはすごかったんですよ。今作はね、それが非常に強いかなっていう感じがします。で、ソウルシリーズとの違いは、このたくさんの武器、防具かな。ソウルシリーズはいっぱいあるか。そのセキロと比べると、セキロはほとんど装備の概念はなかったんだけど、このウォーロン、仁王もそうだと思うんだけど、装備の取得がね、バンバン入ってくるから、あ、
防御力上がったなとか、そういうのもあって非常にね楽しいです。自分のキャラアイコンの上に式ランクっていうのもあるんですけど、敵自分よりね高い式ランクの敵を倒していくと自分のね式もどんどん高まっていきます。でその士気が高まっている状態だとなんかドロップするアイテムのクオリティが上がるのかな。ちょっとねそこまではまだ詳しく遊んでいる中で感じてはないんだけど、このランクもね維持しながらで、自分がやられるとね敵にね士気を奪われて自分のことを倒した敵の士気ランクが上がってたりね、なんでそいつに復讐しに行って士気ランクを上げて、なんかいい装備が出ないかなとか、お気に入りの武器防具が出ないかなって探してるのも非常に楽しかったです。なんかこの辺のねちょっとハクスラっぽい感じも非常に好みでした。ちょっと簡単な動画にはなりましたが、ウォーロンフォールンダイナスティ非常に楽しいゲームでした。これからもちょっと遊び続けてみようかなと思っております。皆さんもぜひ気になった方はプレイステーションSteam などで好評発売中ですので、ぜひ遊んでみてはいかがでしょうか。めちゃくちゃ興奮します。それでは今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。